開会のご挨拶をいただきます。おはようございます。環境副大臣の井上真嗣でございます。本日は委員の先生方には大変お忙しいところご出席をいただきまして感謝を申し上げます。本日11月11日ですけれども、あの原発事故からちょうど2年8ヶ月が経ちました。私も福島にお伺いをするたびに多くの方々が放射線への健康不安を抱えておられるということを強く実感をしております。放射線による健康影響については何が一体本当なんだかよくわからないと言われております。しかしすでに科学的知見により明らかになっていること、また健康管理調査で徐々に分かってきたことも多くあります。それらをきちんと正確に国民にお伝えをするのは国の責任でもあります。そこで子ども被災者支援法に基づき改めて国としてさまざまな科学的知見や調査結果を整理をし、被爆線量の把握をいかにしていくか、必要な検診はどのようなものか、また医療費の減免が必要と考えられる範囲についても医学的な見地から専門的に検討をすることが重要と考えております。今後この会議を 1,2 ヶ月に1回程度開催をし、委員の先生方には自由闊達なご議論をいただきまして、できましたら来年度の初め頃には健康管理政策の進め方についての方針を取りまとめていただきたいと考えております。いろいろとお手数をかけますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。なおカメラ撮りはですね、ここまでとさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。お手元の議事次第の下の方に資料の一覧がございます。時間もないので一つ一つの確認はしませんけれども、大きく3つの構成になってございます。一つはメインの資料で、資料1から資料の3、枝番もついてございますけど、ございます。で、2つ目の種類が、裏の議事次第の裏のページになりますけれども、委員からの提出資料ということで、石川委員からの提出の資料が1枚ございます。それと3番目は参考資料ということで、参考の1から7までございます。もし過不足等あれば事務局の方まで行っていただければと思います。続きまして、委員の紹介でございますけれども、時間の都合もございますので、各委員の先生方の紹介については委員の名簿を事務局の方から読み上げて、で返させていただきたいと思います。本日は全員出席でございます。事務局の方から読み上げさせていただきたいと思います。それではすみません、あいうえお順でちょっと読ませさせていただきます。明石誠独立行政法人放射線医学研究所理事様から、阿部正文公立大学法人福島県立医科大学理事兼副学長、荒井康明様、国立がん研究センター中央病院病院長、石川博美、公益社団法人日本医師会常任理事、遠藤圭吾京都医療科学大学学長様、大久保一郎国立大学法人筑波大学大学院健康医療政策分野教授、春日文子国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長日本学術会議副会長、佐々木康人医療法人日高病院腫瘍センター特別顧問、宍戸文雄国立大学法人福島県立医科大学医学部放射線医学講座教授様、清水和夫日本医科大学附属病院内分泌外科主任教授様、
鈴木玄日本医療福祉大学クリニック院長さん。祖父江友孝国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学教授さん。永滝重信国立大学法人長崎大学名誉教授さん。中村隆国立大学法人東北大学名誉教授さん。丹羽大津良国立大学法人福島県立医科大学理事長付特命教授さん。坂信彦東京医療保健大学大学院看護学研究科教授さん。本間利光独立行政法人日本原子力研究開発機構安全研究センター長。次に、環境省職員の紹介をさせていただきます。井上環境副大臣。浮島環境大臣政務官。塚原太郎環境保健部長。桐生康夫放射線健康管理担当参事官。前田昭久参事官補佐。よろしくお願いします。清水聡参事官補佐。それでは議事に入りたいと思います。まず議題機能座長の選出についてでございますけれども、資料の1-1をご覧になっていただきたいと思います。開催要項でございます。選出の前にまず、この簡単に、開催要項について趣旨等を説明させていただきたいと思います。今般の原発の事故に伴って健康管理の在り方ということでございますけれども、日没趣旨の括弧2にございますように、子ども被災者支援法の策定、また先月にその基本方針が策定されたところでございますけれども、これらを踏まえて、線量の評価、また健康管理、医療に関する施策の在り方を専門的な観点から検討するということでございます。散骨の検討内容でございますけれども、先ほど井上副大臣からの挨拶にもございましたように、括弧1につきましては、被爆線量評価の把握や評価に関すること、括弧2につきましては、健康管理、特に健康審査や健康調査、そういったことをどういうふうにするべきか、また括弧3の医療に関する施策の在り方は、特に法律に基づきますと、医療費の減免、そういったことについての議論、をしていただきたいというふうに思っているところでございます。で、座長の選任でございますけれども、規定によりまして委員の御選によって選定するということになってございます。どなたか推薦などはございませんでしょうか。じゃあ遠慮にお願いします。長崎重信先生を推薦いたします。経験が深いと思いますし、長崎先生ができるんじゃないかと思います。ありがとうございます。その他何かどなたかの推薦等ございませんでしょうか。特段他の推薦もございませんが、長崎委員にでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは事務局として、長崎委員を座長として推薦したいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ永田先生、座長席へ お移りお願いします。まず要望によりまして、あらかじめ代行するものを指名するということになっておりますので、医学、お医者さん医学分野で精通しておられる明石議員を指名したいと思います。明石議員、よろしいでしょうか。それでは資料 2-1 と2行 2-3 についてご説明させていただきたいと思います。まず 2-1 線量、被爆線量についてでございます。資料 2-1 を本庁元にご用意願いたいと思います。今回の原発事故の住民の
資格選挙についてのあの資料を用意させていただいたところでございます。3ページに簡単に全体像を書いてございますけれども、それにこのようなことをちょっと頭に入れながらですね、まず初期の被爆戦場の推計からご説明させていただきたいと思います。時間がないので簡単にポイントだけの説明とさせていただきたいと思いますが、ご了解いただければと思います。まず、資料の、4ページをご覧になっていただきたいんですけれども、小児の甲状腺の被爆調査に関する結果でございます。事故発生直後の3月下旬に、約1000人の方に対して、頸部甲状腺部分のについてサーベイメーターを当てて線量を測定した調査の結果でございます。結果簡単にご説明しますけれども、6ページをご覧になっていただきたいと思います。6ページの横軸にマイクロシーベルトパワーという線量、縦軸に人数のグラフがございますけれども、この 0.1 マイクロシーベルトパワーという横軸がございますけれども、この数字の意味するところですけれども、1歳児の甲状腺の透過線量100ミリシーベルトに相当するのがおよそ 0.2 マイクロシーベルトパワーアワーということですので、まあ、0.1 マイクロシーベルトパワーアワー、およそまあ50ミリシーベルト相当のところがこの軸になってございます。続きまして、次の資料でございますけど、資料7ページでございますけれども、これは、事故初期の要素との短半減期の内部被曝の線量評価、昨年度の環境省からの委託事業で行った推計事業でございます。結果について簡単に8ページでございますけれども、各地域ごとに、調査ごとに1歳児と成人の線量の推計値がございます。この数字は 90% 台で値を用いてございますけれども、およそまあ10ミリから30ミリシーベット 90% 台の値でそのくらいの被爆線量の推計をしたところでございます。続きまして資料 2-1-3 でございますけれども、県民健康管理調査の基本調査行動記録等に基づく外部被爆線量の推計でございます。これも簡単に、10ページの下に、グラフがございますけれども、こちらの方のグラフ横軸はやはり線量、縦軸が人数になってございます。およそ 99.8% の方の被爆線量が5ミリシーベルト未満という数字になってございます。また若干地域別で1枚戻っていただきまして、9ページでございます。地域別になってございます表でございますけれども、ここの原発サイトのあった曹操地区、相馬双葉地区でございますけれども、このここにあたっておきましては、やはり線量の高い方が10ミリシーベルトを超えたりする方も何十人かございますけれども、およそその曹操地域でも 98% の方は、5ミリシーベルト未満という推計になってございます。続きまして11ページ、12ページでございますけれども、個人線量計による被爆線量測定でございます。これは福島県の市町村のへの補助事業ということで、23年度、24年度、主に子どもや妊婦を中心に個人線量計を配布して測定してございますけれども、その結果、公表されているデータ等を表にしたものでございます。右側に年間の個人線量に当てはめた場合の線量を書いてございますけれども、ここに書いているような値、1ミリシーベルト以下の地域がほとんどということでございます。12ページに24年度のデータについてもほぼ、少し提示していますが、ほぼ同じような数値ということの結果になっております。これは、平均値、年間の個人線量に換算したものの平均値でございます。続きまして13ページ、資料 2-1-5 でございますけれども、ホールボディカウンターによる内部被爆検査でございます。これは福島県が実施しているホールボディカウンターの検査をまとめたものでございます。
実施時期から要素はすでにほとんど検出されてございませんで、主にセシウムの値でございますけれども、この表の下にございますようにトータルで15万人を超える検査者に対して検査を行っておりまして、ほとんどの方がほぼ大部分二十数名を除くと1ミリシーベルト未満の内部比較ということでございます。14ページ以降はここでございますけれども、15ページ16ページには厚労省が調査しておりますマーケットバスケット方式と影前調査による、内部微爆の設置の推計値がございますので、これも参考にしていただければと思います。あと17ページ資料 2-1-7 でございますが、その他の医学線量関係の資料詳細については一つございませんけれども、一覧として参考にさせていただいたところでございます。以上が資料 2-1 について被爆線量についての紙についてまとめたものでございます。続きまして資料の 2-2 についてご説明させていただきたいと思います。この資料については健康管理、特に福島県民健康管理調査についての資料でございますけれども、この県が実施主体になっておりまして、資料の1枚めくっていただいて2ページをご覧になっていただきたいと思います。これがその概要でございますが、左側の線量を把握する基本調査と右側にございます健康状態を把握する詳細調査と大きく2つ分かれてございます。線量を把握する基本調査については先ほど線量比較線量のところでご説明しましたので、ここでは右側の詳細調査、具体的には4調査ございますけれども、甲状腺検査と健康診査と心の健康度等の調査、妊産婦に関する調査、その4つがございますので、それについてまたごくごく解説で説明させていただきたいと思います。3ページでございますけれども、甲状腺の超音波検査でございます。事故当時に18歳までの福島県民の方約36万人に対して、事故発災から3年以内、今年度中を目途に、一巡する先行調査として一巡するという計画で進めていくことでございます。検査の判定結果の、基準について、B 判定、C 判定については陽性認知検査ということでございまして、A 判定については異常なしでございますけれども、それをさらに細かく A1 と A2 に分けて、小さな結節や濃厚がある方は A2 という判定をしているという基準でございます。次のページ、4ページは実施状況でございますけれども、県内で検査を受けた方が今年の7月末までで約21万人、県外で3000人の方が実施しているということでございます。次の5ページでございますけれども、これが、ね、ちょっとその検査結果でございます。ちょっと見にくいですけれども、縦に判定結果、横に年度別の集計になってございます。今までに約19万人の方が検査をしておりまして、そのうち A2 の方が 44%、 A2 つまり5ミリ以下の結節や20ミリ以下のその方が 44%、 B の判定の方が 0.7% ということになっております。でその D の判定、精密検査の結果でございますけれども、下の方にございますけれども、まだ検査の経過の途中でございますので、例えば平成23年度を見ていただくと、一次検査実施対象者4万人のうちの二次検査の対象になった方が214名、そのうちの検査実施した方が174名、81% でございまして、そのうちの9名の方が甲状腺がんと診断されているということでございます。続きまして、6ページ目をご覧になっていただきたいと思います。詳細調査の2番目の健康診断でございます。
存の健康審査、住民検診や職域の検診、学校検診等、そういった検診を活用して、それに避難対象区域の方々については、上乗せ検査を実施するということで、やっているところでございます。下の方にあるような検査について、上乗せ検査をしているところでございます。で、その結果が7ページ、次のページの7ページでございますけれども、一般の生活習慣の指標でございます。これが BMI と低いということを出してございますけれども、簡単にご説明すると、事故後の平成23年度についてはその指標の値は少し高い値を示していて、24年度には少し改善傾向を示しているというような状況が見て取れるかと思います。次のページ8ページをご覧になっていただきたいと思います。これは空腹時血糖や尿糖、ヘモグロビン A1C といった糖尿病関連の指標でございますけれども、傾向としては先ほどの肥満等の指標と同様に、23年度、貯金が向上して、その後、24年度は若干改善傾向が見られるというような傾向になってございます。その次の9ページ、FDL や中性脂質といった高脂血症関係の指標でございますけれども、やはり同様の傾向が見て取れるかというの傾向になってございます。10ページの肝機能異常の所見についてもここに参考に挙げさせていただいてございます。次のページ、11ページでございますけれども、県民健康、その検査結果でございますの、まとめを載せたものでございますが、ここに書いているような書籍が載されているということでございます。12ページから心の健康度等に生活習慣に関する調査ということでございます。これに対象者は避難区域にいらっしゃった方々を中心対象にして流動法による調査を行うでございますけれども、簡単に結果をご説明しますと、13ページにございます。SDQ や K6PLC というような調査項目指標がございますが、いずれも全国的な値と比べると高い傾向が見られたということでございます。14ページからは妊産婦に関する調査ということでございます。こちらについても事故当時の妊産婦に対しての調査を行ってございますけれども、結果でございますけれども、流産の割合や中絶の割合は前年度とは変わらなかった。また早産の割合は、5.86% で前年度より若干高かった。であと先天気系統については、一般的な発見率とほぼ同様であったというようなこと、またメンタルヘルスについての関係ではうつ傾向が全国に比べると高い傾向を示しているということでございます。以上資料3についてご説明させていただきました。資料2の2についてご説明させていただきました。続きまして資料2の3でございますけれども、近隣県における健康影響に関する検討状況ということでございます。こちらについては、1枚で、4県、福島の近隣県4県について概要をまとめてございまして、資料2の1、2の3の1以降で報告書等を参考にさせていただきます、言っておりますけれども、いずれの県においても、特段の健康影響に、健康調査について特段の健康調査等の必要性はないというような結果が出ているところでございます。以上資料2の1から2の3までご説明させていただきました。どうもありがとうございました。非常にたくさんの資料を、短い時間で要領よくご説明いただいたわけでありますけれども、最初の議題が最初のご説明が被爆線量についてでありまして、これは被爆線量の
被爆占領 PK の全体像というところですね、3ページですが、最初の2の1の3ページのまとめてありまして、ここで外部被爆占領、被爆の県民健康調査、個人占領系ガラスバッジ、それから内部被爆としてダブル、まあ、のホールボディカウンター、これがの今お説明いただいた概要でありますし、2の2にしては健康、県民健康調査に関しましては、健康管理調査に関しましては、資料2の2のすぐ下にの一覧表になっておりますので、ある程度でお分かりいただけます。2の3に関しましては、2の3の一番最初のページに、岩手県、宮城県、栃木県、群馬県、並んでおります。ただの資料を前もって送付されておりますので、皆様読んで来ていただいたということで、お話を進めさせていただきます。で、最初に県民健康調査についてのお話につきまして、福島県立時代、いろいろとご尽力いただいてますので、安倍委員何かと、それから今度は、周辺の栃木県について鈴木議員が関係しておられますので、何か特別に言われることがございましたらどうですか。福島県立医科大学の安倍と申します。最初 の基本調査のところで、まあ、外部被爆占領の評価のところなんですけれども、先ほど説明がありました通りなんですけれども、大体今約48万人の方から回答もございまして、まあ、回答率で言えば 23.45% ぐらいということ で、なかなか回答率が上がらないという状況でございます。でこのために回盤を作成しましてですね、従来ですと行動記録の1時間ごとの行動記録をもとにして、回答していただいたんですけれども、まあ、避難等による移動されてない方を対象として行動パターンで書きやすくしたということで、これを現在今前回の検討委員会の県の検討委員会の方でお求めいただきまして、現在今印刷をして12月中には発送したいというふうに考えております。それから甲状腺検査のところなんですけれども、甲状腺検査の二次検査のですね、結果集計につきまして、今まで公表されたデータのところに誤りがあったということがありましてですね、これは対象者の皆様、それから県民の皆様、関係者の皆様に大変ご心配ご迷惑をかけたということで、まあ、先週記者会見をして謝罪したというところです。ただ二次検査のここの対象者の内容診断等については全く適正に行われておりまして、全く問題はないということで、まあ、集計上のミスが少しあったということを報告させてください。それから最後になりますけれども、この健康審査でございますけれども、これは現在13市町村等に個別にですね、解析をいたしまして、そのデータをお返しております。でその市町村がそのデータをもとにして、まあ、健康の改善あるいは健康の増進につながるような、まあ、施策をするという形になっております。以上ということです。どうもありがとうございました。鈴木委員は何かございますか。はい、栃木の方でも有識者会議というものを立ち上げまして、リスクコミュニケーション等をやってまいりました。一番中心に置いたのは、やはり行政に対する不信が強くて、県民一人一人がどのくらいの被爆を受けているかということに対して不信感がありました。でそういうことで被爆占領を見える形にしようということで、ガラスバッジとかあるいは食品から給食、そういうホールボディカウンター、そういうような調査をして、まあ、住民にデータを公開し、そしてリスクコミュニケーションを繰り返すというような作業をやってまいりました。まあ、そういう作業でだいぶ栃木は安心してもらえたのではないかと思っています。どうもありがとうございました。まだだいぶ残りがの資料がございますけれども、今ここでとりあえずのご質問ございましたら
主に 2-1、2-2 ですね、被爆線量と健康管理についてご質問ございましたら、どうぞ。あ、どうぞ。春日でございます。福島県 の県民健康管理調査につきましては、私も委員として参加させていただいているので、概要は承知しているところですけれども、この今回の環境省の会議で最初の、副大臣からのご説明にもありましたように、子ども被災者支援法に関係しての審議が行われるということなので、子どもの健康影響によりこう注目した影響があるのかなというふうに思ったんですけれども、先ほどのご説明の中で、その福島県 の健康管理 のまとめの中でですね、せっかくその子どもたちに対する、調査6ページですね、この項目を挙げていただいたにもかかわらず、その結果についてのご説明がちょっとなかったようなので、聞きを逃してしたら申し訳ないんですが、そこを説明いただければというふうに思います。それから近隣 の県 の結果について、概略をご報告いただいたわけですが、やはり現時点で の個人被爆です、被爆線量の把握ですとか、それから食品の検査はもう本当にレベルは低いものと思いますが、そこ の結果を示していただくだけではなくて、やはり初期のですね、フルムが通った時の被爆結果を住民は危惧しているのではないかと思うので、それも踏まえた総合的な結果として、その健康調査の必要がないと結論された経緯について、やっぱり簡単に ご説明いただければと思います。3時間室でございます。事務局から3つほど質問がございましたので、簡単に、ご案内をさせていただきたいと思います。まずこの会議の趣旨、改めてご説明をいたしますと、資料の 1-2 のですね、一番最後のページでございますが、子ども被災者支援法 の抜粋でございますけれども、そちらの、法律の条文を記載をしてございます。第13条に健康管理についてのくだりがございまして、その中で線量把握をしっかりすることということと、ページ一番最後4ページ目でございます、すいません。で、13条の中で、1つ目が線量把握をしっかりすることと、で2つ目が比較的幅広に記載をしてございますが、被災者の、健康管理、これは放射線による健康の影響に関する調査をしっかりすることということと、最後にその医療の支援というくだりがございます。で当然この法律に基づいて法律の、考え方もございまして、今回専門家会合ということを開催をさせていただきましたが、我々もともと環境省で健康管理、福島の県民健康管理調査も含めまして所管をしているということもございますので、法律事項もございますし、我々 の職務としても健康管理について改めて評価を行うということですので、幅広に法制に関するお話についてご検討を賜ればという趣旨でございます。で子どもに関するデータでございますが、資料の 2-2 でですね、今日は項目だけ6ページ、先ほどご指摘をいただいたとおり、資料 2-2 の6ページ目にございますとおり、こういう形で調査を行っていますという形で、記載をしてございます。で特にこれ0から6歳、7から15歳の方々について、特に0から6歳の方々についてあまり通常はされない採血の結果が出ているということはあるんですけれども、すみません、今日は資料としてお付けをしていないんですが、現時点で数がまだ経営時的にも絶対的な人数としても非常に少ないということで、今のと現時点で県でお示しをいただいているのデータだけお示しをして、そのアセスというのは、経年的に見ていくものだというご表現になっていたかと思います。今日は資料をご用意してなくて申し訳ございません。で最後資料 2-3 でございますが、
こちらにつきましては、もし補足があればとは思うんですが、当時これ、2の3に、ご意見をまとめさせていただいたのが、23年の末から24年の頭ということで、事故後比較的、今とこられます、早期の時点でご結論いただいたものだと思いますけれども、この際に、県によって対応は異なりますけれども、空間のモニタリングで評価をされた例、尿を測定をしてみて、尿中の、内部被曝量を推計した例、あるいはホールボディカウンター等を用いて内部被曝を推計した例と種々ございますが、その中で被曝線量を、県の専門家の中で、把握をいただいた上で、これは長期的なものを考えた場合に、健康管理及びそのさらなる線量把握は必要ないという結論を出されたものと、承知をしております。で、そうしますと、じゃあ初期の、線量はどうだということがございますが、先ほど資料2の1で甲状腺の要素の初期要素についてはご案内をさせていただきましたけれども、それは単半減期各種の被曝については一定程度昨年ご結論を出させていただきましたけれども、これは引き続き継続して評価を行う必要があると思っておりますので、これは長期的に実施をしていて続けてどれぐらいの線量だったかということは評価をさせていただきたいと思っておるところでございます。どうもありがとうございました。よろしくございますか。今どうぞ。この専門会議の最初の趣旨に、福島県だけではなくて、近隣県を含め、国として現状、健康管理の現状と課題を把握しと、そういう趣旨書かれています。で、今鈴木先生が先ほどその栃木県の取り組みの中でそのリスクコミュニケーションを通して住民がどれだけ被曝したかということが健康影響の一つのベースですから、それを明らかにするということは非常に重要だと思うんですが、今ご説明、事務局からご説明がありましたように、その被曝線量自身はさまざまな経路からその被曝を受けるわけですけれども、今のこの資料それぞれがその別の組織がですねやられた、それもそのモニタリングベースであったりモデル計算であったり、それから期間もまちまちであったりですね、そういうそのバラバラな評価の中でどうやってその統一的なですね線量のその素描をこう把握するかっていうことで、多分資料を拝見しますと最後にその国際機関の評価みたいなのがあるわけですけれども、今詳しい説明を求めませんけれども、一例として例えばその、環境省が行ったその2の1の2のその、要素の単半減期のこの昨年度のですね実施資料のこれ全体の8ページにこう各自治体のその甲状腺の推計暫定結果っていうのがありますけれども、それぞれこれ測定値であったりそのシミュレーションの結果だったりするわけですけれども、ここで書いてある特にその初期の被曝みたいに十分な測定データがないところでですね、どうやってそのあり得る線量の分布、それからその不確実さをですね把握するかっていうのは非常に重要だと思うんですね。で、そういう意味でここに例えば 90% の値というふうに書いてありますけれども、それはそれぞれその測定値であったり、推定値であったりすると意味合いが当然異なってくるわけですね。で、そこら辺そのはっきりその透明性を持ってですねその説明をしないとですね、間違った印象あるいはその評価を受けることになると思うんですね。で、それは県の県民健康管理調査はその外部被曝を推定と測定ベースでやってるわけですけれども、その、先ほど阿部先生からあったように、回答率が低い中でですね個人の行動様式に非常に依存すると。で、それもここでは4ヶ月しか
やっていないと。で、同じようにそのいろいろな各場所で今度は比較的不確実性が小さい個人の占領系による外部被曝の結果もその11ページぐらい11、12でお示しいただきましたけれども、ここも期間が短い中で年間の占領っていうのを推定していると。でその方法もまあこれだけではよくわからないわけですね。で多分そういうところが統一的に扱われていないんじゃないかというふうに危惧するんですね。でですので、まあ、せっかくこういう専門会議できたので、その環境省としてですね、そういう占領把握をしっかりその統一的に扱って、まあ、何かメッセージを出すということが必要じゃないかというふうに思います。どうもありがとうございます。まあ、その法律から言いましても、この会議の検討目的から言いましても、被爆占領の早く把握が一番大きな最初のトピックになっておりますし、ここに専門家会議として、まあ、どう占領を把握をすべきか、おっしゃる通りこれは現在、まあ、おそらくアベイラブルなものは並べて、決してこれが最終とは言うとではなくて、ある材料を出してここで専門家会議で検討していただくという方向ではないかと思いますので、ぜひその占領に関して例えば統一すべきであるとか、統一するとすればどういう条件を出していればいいとか、それから占領を持っているところもですね、各自治体がバラバラに持っていて必ずしも一緒になってない、測定法もバラバラである、それをまあ国として我々専門家会議としてどういう提言をすればいいか、まあ、そこら辺を十分に議論していただきたいというのはこの検討代表だろうと思っておりますので、どうぞ先生の引き続きご発言いただきますようにお願いいたします。セシウムと要素の分布図が出てないですね。なんででしょう。文科省は推定してたはずです。過小評価しながら、他にございませんか。申し訳ありません。以上のこの会議だけで議論を進めるという約束になっておりますので、後でまた対応しますが。占領、まあ、先ほど本間先生のお話がかなり基本的な我々の態度ではないかと思うんですけれども、占領評価についてなければ健康調査に行くか、あるいはもう最終的にまで行ってしまって全体として討論した方がかえっていいかもしれませんね。じゃあその次の議題の方までご説明いただくということでよろしくお願いします。それでは資料3の1から資料3関係についてご説明させていただきたいと思います。資料の3の1でございますけれども、これは WHO 世界保健機関の健康リスク評価の専門家会合の報告書について簡単に1枚にまとめたものでございますけれども、今年の2月に公表されたものでございまして、まあ、ニポツの方の報告書の概要ございますけれども、結論的なことをだけ読ませていただくと、被爆占領を、まあ、一定の条件のもとに推計した上で計算したものでございますけれども、今回の事故による放射線によって疾病の罹患の増加が確認される可能性は小さく、福島県内のいくつかの地域以外や日本近隣諸国ではリスクの増加は無視できる水準であるというような結論になっているところでございます。下の備考にございますけれども、備考をちょっと簡単に補足させていただきますけれども、早い段階の空間線量や食物中の放射性物質量のみを用いて被爆線量を推計して過小な評価を防ぐために、まあ、大胆な過程を置いた大まかな推計であるということがございます。で一方
その後に説明します。アンスケア国連の科学委員会が公表する資料についてはより精緻な爆線量の推計が行われているということでございます。次の資料の 3-2 をご覧になっていただきたいと思います。国連科学委員会の福島報告書の科学的知見についてということでございますけれども、こちらの経緯と、今年の10月に国連総会にその報告書の概要についてですね、提出されまして、それの内容についてまとめたもの、簡単な1枚にまとめたものが以下の通りでございます。一発の経緯でございますけれども、ここに書いてございますように、正式な報告書については少々まだ先に、しばらく先になるというふうに伺っております。で、二発の地域住民への健康影響に係る主な内容ということで、まず括弧占領評価でございますけれども、可能な限り現実的な占領推計、特に事故後の1年間の追加被爆による実効占領や甲状腺の透過占領、また生涯の累積の被爆占領を推計したというところでございます。で、推計の結果、1歳児の時の甲状腺の透過占領は一番高いところでも10ミリグレー以下、失礼しました、70ミリグレー以下で、半分は職員からの接種というふうに推計してございます。でまた、生涯の追加被爆線量は福島県では平均して10ミリシーベルト程度、ただし除染による効果については考慮しない推計となっているということでございます。で、裏を2ページをご覧になっていただきたいですが、表1の、事故後1年間の実効線量の推計値、ここは先ほどもご説明した、ような推計でございますけれども、避難した住民が10ミリシーベルト以下という推計値、その他それぞれ の条件による推計値が載せているところでございます。なお、この報告書につきましては、推計については実際より課題である可能性があるというふうに委員会のでは評価しているところでございます。括弧1の、括弧2の健康影響でございますけれども、3点ほどにまとめてございます。まず1点目の、死亡あるいは急性の健康影響については、認められないということでございます。放射線被曝による、フロアの方はお静かにお願いします。放射線被曝による、影響ということでここでは書いてございます。丸にモデルによる、線量推計結果及び実測値を踏まえますと、住民及びその子孫において今回の事故による放射線に起因する健康影響については増加が認められる見込みはないということでございます。丸三といたしまして、県民健康管理調査において甲状腺検査において嚢胞や結節、がんの発見率の増加が認められるが、これについては高い検出効率によるものというふうに見込まれるというような報告をまとめているところでございます。資料 3-2 については以上でございます。資料 3-3 につきましては、原子力規制委員会がこの3月にまとめた健康管理のあり方に関する提言でございます。最後のページの6ページにその現状のと提言の概要というのがございますけれども、ここにございますように、個々の住民の被爆線量を把握することが基本的に重要ということでございます。で、その他、ここにございますような指摘がされているところでございます。詳細については省略させていただきます。資料 3-4 でございますけれども、帰還に向けた安全安心対策に関する検討チーム、これは、原子力規制委員会の下で今作られている検討チームでございますけれども、この9月に設置された検討チームでございまして、その中ので検討されている資料の中から一部抜粋して用意させていただいたのが、占領水準に関連した考え方でございます。健康影響についての科学知見的な知見や避難に関する考え方、そういったものについてまとめたものでございます。これについては
詳細についてはご覧になっていただければというふうに思います。資料3の5でございますけれども、住民の個人被爆線量把握ということの一枚紙でございますけれども、これは環境省の来年度の事業、線量把握の事業ということで予算要求しているものでございます。従来福島県内の子ども妊婦を中心にして市町村が実施している事業に加えまして、来年度から、避難解除される区域の方やまた福島県外のいわゆる汚染状況重点調査地域といわれる地域の方々の被爆線量を把握するような事業を計画しているところでございます。簡単ですけれども説明以上、資料3について3関係について1から5についてご説明させていただきました。どうもありがとうございます。今からあとは討論が主になると思うんですが、時間も限られておりますので、最初にもう別に項目限らず、今のまでの報告について、もし報告についてのご質問がございましたら、佐々木先生どうぞ。佐々木でございます。資料3の1、3の2の、この WHO 国連科学委員会の報告書作成にあたって、日本からどの程度の専門家がどのように関わられたか、あるいは日本からどういう形で WHO 国連科学委員会の報告作成にあたって日本の専門家がどういう形で協力をしたのか、またその日本からどういう形で資料の提供などをされたのかについて概略をお教えいただきたいと思います。それから細かいことなんですけれども、資料3の2の2のあの線量評価の1歳の乳児の甲状腺透過線量が一番高いところでも70ミリグレイ以下と書いてありますが、これはミリシーベルトではないかと思うんですけど、アンスケアの報告書がミリグレイになっているんでしょうか。ちょっとそこのところもご説明いただきたい。どうぞ。それでは事務局でございます。2つご質問がございましたので、それぞれご回答させていただきたいと思います。まず WHO とでの、リスク計算とですね、あとアンスケアの、現状の報告書につきまして、国がどれぐらい加味しているか、また研究者がということでご質問ございました。1つ目に関しましては、その専門家につきましては、放射線医学精通された先生方にご参画を、いただいたと思っておりますし、一番大事なデータの方でございますが、これは逆に日本政府が公表されてない資料を何か出したかっていうよりも、むしろ既存の公表された資料の英訳を求められてご提供したであるとか、あるいはすでに学術論文等でさまざまな今回の事故に伴う線量であるとか、そういったアセスがなされておりますので、そういったものを幅広に聴取をされて、ある程度報告書を出すっていう、タイムスパンがありますので、ある程度時間を区切ってという理解だと思いますけれども、ある程度それぞれ決まった時間までに公表された資料や、学術論文等を踏まえてご議論をいただいたものだというふうに承知をしております。で、2つ目 の, 資料3の2 の, 住民の地域への健康影響に対する主な内容 の, 線量評価でございますが、実際我々グレーからシーベルトに置き換えるときに1対1でよく使ってしまいますけれども、一応アンスケア の, 考える中で一応グレーで示しておりますので、これで一応グレーで示して、あとシーベルトに置き換えるときに、1と呼ぶか、実際もうちょっと低いと思うんですけれども、そのあたりで読むかっていう、ご判断を入れずにこういう数字を出されているのかなというふうに承知をしてございます。吸収線量の間違いですよ。1番目 の, 質問に対する答えはよく分かりました。ありがとう。ここにいる委員誰も分かんないんですか。この透過線量と書いてありますので、透過線量の単位はミリシーベルトですので、それで単にその書き方について
誤りがあったのでもしアンスケアがこう書いてるんだとすればアンスケアに行ってあげなくちゃいけないと思います。そこのところを伺っております。ここにいるアンスケアに何か言ってください。どうもありがとうございました。他に何かのご質問ございますでしょうか。しなければの医師会から国連人権理事会に報告された話は出てこないんですか。アマント・クローバーの報告は出てこないんですか。じゃあの医師会が考える重要施策ということ の提案をいただいておりますので医師会委員ご説明いただきます。それでは日本医師会の方でですね、私は常任理事をしております石川と言います。本日一枚ピラでですね、私提出資料という日本医師会が考える重要施策というものが一枚ピラで出ていると思います。参考1のですね、東京電力で原子力事故による被災した子どもをはじめとする法律ですね、平成24年6月27日の参考1を お手元に置いてですね、ちょっとご覧になっていただきたいと思います。これは右肩にですね、平成23年7月7日というふうに書いております。これは文部科学省からですね、日本医師会がヒアリングを受けた際にですね、私がそのヒアリングを受けまして提出した内容でございます。この内容になぜですね、これを提案するのかといいますと、日本医師会のスタンスはですね、この7月6日に発表しましたこの重要施策、あまり大きな変化はありません。平成24年6月27日の法律、今お手元に置いていただいたものですけれども、13ページの法律提出の理由に書かれております文言、これは私どもはですね、大変重要な、13ページですけれども、理由だというふうに考えておりまして、私どもの重要施策を述べるにあたってですね、この法律ができたということについては、まだまだいろいろな検討点はあるにしてもですね、大変重要なポイントだと思って、この法律を大事にしていきたいというふうに考えております。この重要施策の一番目にですね、子どもを放射線被爆から守るというふうなことが掲げてあります。当時、23年の7月6日においてはですね、この間にその発災後ですね、スピーディーの活用について正式な見解が十分出されておりませんでした。先ほど事務局からご説明の資料 2-1P4 ページにですね、小児の甲状腺被爆線量のですね、データが出ておりましたけれども、これが7月6日の時点ではですね、約1000名以上のですね、お子さんの甲状腺被爆のデータがですね、実際にはまだ公表されておりませんでした。そういう中でですね、私どもはですね、子どものこの放射線被爆から守るという時の親の大変な不安、そしてこういうことについてですね、きちんと計測したデータはですね、公表するようにということを強く訴えました。その中で子どもを放射線被曝から守るという点ではですね、この空間散歩のところに空間放射線量率による外部被曝のみを基準とするのではなく、飲食物など内部被曝による放射線量率も参入した積算基準の設定が不可欠ということで、生活全般を通してのですね、被曝線量の基準を要求しております。2番目の日没でございますけれども、第13条、このお手元の参考1のですね、法律ですけれども、第13条2と3に書かれておりますように、検診と医療の保障についてはですね、当然のことながらですね、学齢期以降も含む検診、そしてですね、医療についてはですね、将来もし仮にですね、疾病等に関わることがあればですね、安心の醸成のための施策として十分な保障をするということを、散歩詰めにはですね、医療保障にかかる必要な施策、立法措置を急ぐべきというふうにしております。そしてこのいろいろなですね、現状日本にはさまざまな法律に基づく検診が行われておりますので、このかかる検診についてはですね、国が実施主体となり一
一元的にですね、実施すべきというふうに、報告しております。3発目でございますけれども、私どもは健康教育の実施をですね、子どもの健やかな成長のための施策としてですね、するべきだと、特にこの不幸にしてですね、日本は2回の被爆と、そして今回の事故ということでですね、子どもたちに放射線からですね、守るという、そういうスキルを身につけていただきたいためにですね、健康教育を実施するということを提言しております。そのためには、子どもを守る地域専門家総合連携事業というのがですね、文部科学省が施行しておりますので、このフレームワークを活用しまして、多くの専門家や医師をですね、全国の学校に派遣して、この健康影響について、放射線についてですね、正確な教育を全国的に行うことを提言しております。それは第2条4のところに法律に書かれている内容でございます。4番目の復興構想会議による復興への提言との有機的な連携ということについてはですね、この法律ができてですね、さらに実施の段階でですね、内容を検討することによりやっていくべきだというふうに考えています。私は医療の現場でですね、実際に患者さんからですね、この私は千葉の松戸に近いところでございますけれども、実際にそこの地域でもですね、お母さん方大変不安になってですね、関西方面に転居するとか、そういう現象をですね、目の当たりにしておりますし、日本全国どこにおいてもですね、この放射線の知識で、子どもたちがですね、差別されないことを願ってですね、いきたいと思います。この患者からのですね、いろいろな実際の質問、そして医者がどういうふうにですね、この患者さんに受け答えしているのかということについては、現在、全国的なアンケートを取っておりまして、この 3.11 以降ですね、この放射線に対しての現場でのその質問とどういうふうな答えをしているかということについて調査して、そしてさらにですね、日本の国民にですね、この放射線の知識をですね、広めていきたいというふうに考えております。以上でございます。どうもありがとうございました。一応以上で、その用意準備されました資料のご説明を全部いただいたことになると思います。今から1時間近くの時間、討論の時間がございますので、討論を始めたいと思いますが、先ほどから傍聴者の方からも的確な話のご質問もございますけれども、一応この会の趣旨としての専門家の間だけで議論を進めるというふうに決められておりますので、傍聴者の方申し訳ありませんが、直接お話はお答えをさせのしないということで議事を進めさせていただきます。それから内容に関しまして、今までずっとお話がございました、頭に入れなければいけないのは、その支援法案のことであるとか、あるいはそれの13条であるとか、それからこの検討会、専門家としての検討の内容は、被爆戦場把握評価に関する、それに関して専門家の意見がそれの集約する、健康管理に関して、で3番目が医療に関する施策のあり方であります。そして今日ご説明いただきましたのは、被爆線量のことと健康管理についてご説明いただきました。それに関してずっとのご意見をいただきたいになりますけど、やはり順番から最初に被爆線量に関してご意見をいただければと思いますが、どうぞご自由に忌憚なく専門家としてのご意見をいただきたいと思います。よろしく。どうぞ、中村先生。先ほどは、やってます。本番員からもご質問がありましたですが、これ にモニタリングの委員会を作って、それで、JEA が中心主体になって、データ随分取られまして、それでそれが
その文科省だけではなくて他のも全部総合的に例えば環境省がやられたやつとか農水省のデータとかそれから福島県でやっておられるやつとかその全部含めてですねデータベース化をした方がいいということで今精力的にやっておられて随分データベースができているということでこれは JEA の方が一緒になっておられますのでそういうデータを活用するしてそれでもまだ抜けてるところあるかもしれませんがこれは日本の貴重な非常データですのでこれをできるだけ充実して、そして世界にも発信していくということが必要でそれがまあこの被爆線量評価というのは非常に重要ですのでそれがいわゆる健康影響とかにも効いてきますのでこれをぜひ今後も進めて抜け落ちがないようにしていただきたいなというふうに私このモニタリング委員会の委員長をしておりましたのでやっていただくようにお願いしたいとで思います。人の健康影響の評価のためにも、はい、被爆線量非常に大事だと特に一番その時困ったのが初期の要素の被爆のところです。で、これもいろんな手法でもって、それを推定するようなことをやっておられますので例えばアイオダイの129を使って評価するというやり方もしておられますのでそういうのも全部含めて精度を上げていくとでデータの、まあ、欠けているところを補っていくということが重要ではないかなと思いますのでそういうデータをこの委員会でもできるだけ取り入れていただいた方、まあ、取り入れておいていただいているかもしれませんが、できるだけそういうふうな方向を進めていただくといいのではないかなと思います。まあ、報告されていないデータも集めるようにということとのお話ですけれども、まあ、それぞれのデータのかなり集められましたので、ね、のもうかなりご意見がございましたように、はい、必ずしも評価の方法は一致してないということ。それからその報告データも所有しているところが市町村単位だったり学校だったりというバラバラになっておりますね。そのですから方法についてのご意見とどうやって統一ということができるのかそれからそのきちっとした記録を一元化するといいますかのそれを国として一元化するそういうことについて先ほどの本間先生のお話とも重なりますけれども、まあ、ご意見があれば今の中村先生の本間先生のご意見に従って何かご質問でどうぞ。どうぞ。日本学術会議でも日本学術会議、健康影響生命科学だけではなくて気象学やそれから環境学の専門家もおりますので幅広い知見から専門家が集まってこれは震災直後から審議を重ねております。で、ちょっと聞こえにくいんで、はい、近くにはいすいません。日本学術会議は、健康影響を考える生命科学の専門家だけではなくて環境学ですとか気象学ですとか幅広い専門家が集まる学者の組織ですので震災直後からこの問題に大変こう強く議論を重ねております。でその中で、2012年の、平成24年の4月に提言を出しました。その中で本間先生中村先生がおっしゃったことと同じなんですけれども各その省庁や各研究機関また自治体にバラバラにこう存在しているデータを国が責任を持って一元管理すべきであるということを強く訴えました。さらに管理するだけではなくてそれを、しかるべき専門家が、利用して学術的にそれを解析できるようにそういう形で提供することも重要だということも申し上げました。さらにここのデータには、幅ですとか不確実性というものが伴います。そのことを含めて説明しないと、利用活用する側も的確に活用することができません。そのようなことを指摘してその後も審議を続けているところです。ぜひ環境省として、その提言に どの段階でどういう形で答えられるのか、この
検討会議の結果と審議との、その総括して結論が出せればというふうに思っております。どうもありがとうございます。学術会議の提言は提言としてまた書類出していただいて次回でも検討してさせていただくということがいいかと思いますが、お話伺った範囲では今までの専門家の集まりとして学術会議にも十分お答えできるような議論がここでできるようにと思っておりますけれども、確かに占領評価をどう行うかということは非常に大きな問題だろうと思います。それから一元化するということと、お話の占領評価をそこでとどめないでその次の健康評価にも使える、そういう今お話の内容だと伺いましたけれども、それは皆様に十分念頭に入れてご議論させていただきたいと思います。さらに具体的な提案がございましたらどうぞ。占領評価ということに関してはやはり一番気になるのは事故直後 の, 子どもたちの甲状腺の被曝だと思うんですけれども、でそれに関して先ほど資料 3-2 で、アンスケアのこれまだサマリーレポートの話ですが、この中でちょっと一つ興味深いことがありまして、2番目 の, その地域住民への健康影響に関わる主な内容の括弧占領評価というところで、その1歳の乳児の甲状腺の、これ透過占領ではなくて吸収占領なんですけれども、それが70mg 以下で半分は食品からの摂取というふうに書いてあるわけですね。で当初やはりその甲状腺の占領で懸念されたのが直後に避難した方たちが吸入によって内部被曝を受けたのではないかということは非常に懸念されたわけですけれども、もしかすると、直後に避難しないでとど、まっていた方たちのその経口摂取による占領というのは、高いかもしれないという、そういう懸念があるわけですよね。でところがその一方で、この 3-2 の裏側にですね、アンスケアはそのモデルによる評価は課題であるかもしれないということを言っている。これは1080人の3月末に行われたスクリーニングの結果とですね、どう考えても合わないという、そういうことなんだと思いますが、そうなってくると結局その事故直後にですね、流通ですとか摂取ですとかそういった状況が相当普段とは変わっているということがやはりあって、でその辺のところをきめ細かく見ていかないことにはですね、占領がどれぐらいだったのかってのはなかなかわからないと思います。でそういう意味で県民健康管理調査の基本調査の中で、例えばその自家栽培の野菜を食べたかどうかとか、そういうことを聞いていますので、やはりそういったものをフル活用してですね、できるだけ現実的なその内部被曝占領を出していくということが大事なんじゃないかと思います。先生、今のご質問の中で最初に1000人ぐらいですけども、直接測定したと、もちろんスクリーニングのあれで一応問題はあるかと思いますが、直接測定した例が1000人ぐらいあるんですが、それとそれから今から行動調査あるいはシミュレーションで出てくる値とのウェイトですね、直接全てを含めて測ったということが1000人あるということを、今後の甲状腺の被曝占領としてどう考えるかということなんですが、今後もより正確なものが出てくる可能性がある、本当にこう専門家の方で伺いたいんですけれども、あるならそれを十分でやらなければいけないけれども、それを待ってると何年もかかってしまう。じゃあ対策はどうするかっていう時に、何年後かに出てくるものを全て待って対策を決めるのか、1000人あるんだからこれを基準にして今決めようかというのは、やはり甲状腺に関しては非常に大きな問題だと思うんですね。もう今すでにがんの患者さんがどんどん見つかっておりますので、住民の方の恐怖といいますか心配は非常に大きくなっていると思いますので、そこら辺は馬先生、今のご質問の中でどうお考えになりますか。やはり直接測定したデータに勝るものはないです。であれはそのサーベイメーターを使ったから精度がどうかという問題がありますけれども、大きな間違いはしていないと思うんですね。ですからもし本当に高い被曝があればもっと高い値が出たはずですので、だからその1000人に関してはそれほど高くなかったんではないかと考えられますけれども、
であれが、まあ、選ばれた地域は3つありますが、飯舘と確か川俣ですよね。そこに関しては、対象となるその子どもたちのうちの3分の1ぐらいはカバーされていますけれども、まあ、いわきは非常に広いですから、本当にごく一部しかカバーされていない。だからそういった、状況を見渡したときにですね、あらゆる角度からやはり検討して、抜け落ちはないのか、まあ、そういったところを、まあ、本当にいつまでも待っていることはできませんけれども、うん、迅速かつもう確実に見ていくしかない。だからその意味で、さっき申し上げましたけれども、事故直後の、まあ、一般の方々のですね、住民の方々のその食品接種がどうであったのか、いろんな食品の流通がどうであったのかというところを、まあ、きめ細かく見ていく必要があるだろう、それをできるだけ急ぐ必要があるだろうという、まあ、そういう提言です。そしていつまで待つかということは非常に大きな、住民に関しては被災者に関して大きな問題だと思いますけれども、先生のその住民の健康管理、県の健康管理記録から行動調査から、まあ、特に初期の行動調査から言えば、ある程度その甲状腺に関しての幅広い線量評価もできるんじゃないか、そういうご提案と受け取ってよろしいですか。赤先生、まあ、今晩先生のおっしゃられたことと、まあ、似たような部分があると思いますが、私どものところでは甲状腺の初期の調査を昨年から開始しております。でやはり問題になるのは、今我々が持っているデータというのは、まあ、理論値であったり観測データでしかないわけですね。それとやはり一番個々人の線量に返すためには、やはり実際にどういう行動をしたか、それから実測値も含めたデータを入れていかないと個人の線量は出てこない。ですから一元化をしていただくということはまず必要条件でありますし、そこのデータを有効に使う個人の名前とかいう問題ではなくて、やはりきちんとした正しい科学的な線量を出すためには、観測データ理論値プラス実際の実測値、それから行動されたデータを含むというのが不可欠でありますので、ぜひそこを使えるようなシステムを構築していただくというのは、まず線量評価の第一歩になるかなと考えております。ちょっとずれるかもしれませんけど、チェルノブイリの時もかなり私自身関与しましたけれども、線量を測定したというデータは何万人もその報告がありましたけれども、結局10年目頃にその使えるの信頼できるデータは見つからなかったということでして、まあ、今回福島に関しては対策本部あるいは保育園が正確にやった1000人のデータというのは非常に貴重だと思うんですね。で他にじゃあそれ以外に、それ以外に今131を直接測ったデータはありませんので、それを本当にただいきなり無視してしまうのか、少なくともそこから得られる科学的なデータを専門家としてどこまで考える、1000人もなのか1000人しかなのかということも、これはもう主観的な問題になりますけれども、それは専門家として主観ではなくて専門家としてここではっきりと議論していただくというのもこの会議の目的ではないかと思います。まあ、せっかくここまで来ましたので、甲状腺に関して何かご質問ございますでしょうか。どうぞ。先ほどちょっと意見述べさせていただいたんですが、その8ページのこの初期被曝の問題に関しては、まあ昨年度その保育園がこの線量評価をやって、この8ページの結果を見ると、まあホールボディで、これは多分そのセシウムのホールボディとですね、その要素のまあ組成比をベースにして推定したと。それから一部まあ甲状腺の検査、まあ非常に少ないんですけれども、脚中の3の研究者らがやったベースで、私自身はまあこの全体の表でですね、その実測をベースにして評価してるっていうのは非常に妥当な判断だと思います。で一部まあシミュレーションで、非常にそのシミュレーションに
重きを置かれる方が多いんですけれども、シミュレーションの不確実さはとても大きいということをまず理解しないといけないと思うんですね。特に要素についてはその化学系の問題があってですね、そのガス状のそのものもですね、いわゆる無機の元素状要素とそれから有機の要素でですね、全くその沈着強度が違うと。でそれにまあ半分は多分粒子状の要素だというふうに推定されていますけれども、そういう測定データも、そのスペシエーションのその弁別までは十分なデータっていうのは使えるやつ少ないんですね。まあ JA で2つやってるものがその粒子状とガス状を弁別していますけれども、まあそれも、いわゆる JA 東海村に来たプルームのその情報でしかないと。ですからまあいろいろなそのあらゆるデータをまあ総合的に加味して評価せざるを得ないんですが、まあ私自身はこの初期被曝非常に不確実さがまず大きいということを捉えて、ですのでさっき 90% 減るの意味っていうのはその測定データの 90% 減るとですね、そのシミュレーションにおける 90% って意味合いが全然違うと思うんですね。そういうところをしっかりこう説明してどういう不確実さがあるのかということまで含めてですね、で、まあ、個人ベースであると確かにそのヒアリング行動様式というのが非常に重要なんですけれども、そこら辺、まあ、今からっていうのはまあまあある意味まあその人の記憶をたどるっていうのは非常に難しいと思うんですね。で、もう一つはその先ほど食品摂取が、私このアースケアのこれ半分から食品というのは知らなかったんですけれども、これはやっぱりそのポテンシャルとしてはありえるかもしれないんですけれども、当時確かにその15日の、まあ大規模なその放出から正式に摂取制限が食品については21日ですから、まあ、タイムラグがあると、そういう部分を、まあ、きちっと評価しなきゃいけないんですけれども、要素の場合はですね、その、基準値、例えばその当時あった安全委員会の基準値のレベル、その摂取制限の濃度レベル、それ自身がまあ、甲状腺の透過線量で50ミリのベースでやっていたものですから、その食品の摂取量との関係から言うとですね、その一概にこの半分が食品摂取だというのはですね、かなり私の専門的な見地から言うとかなりオーバーエスティメートではないかというような気がします。その経路のコントリビューションとしてです。ちょっと前の戻りますけど、チェルノブイリの時もですね、結局シミュレーションの図は後になってものすごく出てきたんですが、実際に甲状腺の被曝線量を測定する上では誤差が大きすぎて使えなかったっていうことがありましたので、まあ、それも一緒にしてやはりある時間伸びもいつか結果が出るかもしれないからこれもやろうというような体制ではやはり被災者の方はそれが分かるまでずっと不安を抱えるということもあって、それも専門家としては考えなければいけない、被災者の方々のためにですね、真剣に我々議論しなきゃならないんじゃないかと思ったものですから。あ、どうぞ。今国際機関のことも少し話が出て、先ほども佐々木先生からもご意見になったので、ちょっと一言、これ私自身参加させていただいたことからちょっと一言言わせていただきたいと思います。この国際的な組織は、私ども日本から参加したのは、まあ、委員というかメンバーという形で参加したというよりは、どちらかというとデータを、まあ、日本語のデータ、どんなものが欲しいかという要求に対して国内で探し、それを提出するという立場であります。したがってここに書かれている結論等について、私ども日本人が意見を言う立場ではなくて、この記載については日本から参加した委員は一切結論それからについては何も述べる、まあ、
なんていうんですか、機会がないというか権利がないという立場で書かれたものだということを一言お述べさせていただきたいと思います。これが述べたらいいじゃないですか。日本人のデータですよ。今その甲状腺に関して一つか二つでもご質問ございましたらどうぞ。あ、鈴木先生。先ほど中村委員の方からも紹介がありましたけども、初期の甲状腺の要素のデータっていうものは限られてます。そうするとどうしてもシミュレーション、あるいはセシウムからの類推というような何らかの間接的な評価をせざるを得ないんですが、その精度を上げていくっていうのがデータの信頼性を上げる一助になるんだろうと思います。でそこで先ほど要素129半減期が長いですのでまだ環境中に残ってます。でセシウム と、この資料の方にもありますが、2-1の8ページに結局セシウムのデータから要素の内部被曝をある程度類推するというようなことをやってるわけですが、その精度がこの要素129とセシウム137のデータがもっと揃ってくると精度が上がると。だからまたシミュレーションスピーディー等のシミュレーションの一番最初の放出源のデータに関しても少し精度が上がってくるんではないかと思いますので、そういう、シミュレーション、それからそういう間接的な甲状腺被曝の評価っていうものはこの委員会の中で少し精度を上げたバージョンが出ればいいなと期待しております。どうもありがとう。シミュレーションの結果決して否定するわけではない。ただ早くないと、ある程度早くないとその間ずっともう心配されるんじゃないけどいうこと。あ、どうぞ。遠藤です。私要素131を使って患者さんの診療治療をしているもんですから、言いますとシミュレーションの不活性が実は、もっと増すといいますかね。日本人の要素摂取量によって甲状腺への要素100に取り込みは随分変わってきます。患者さんが昆布を一切れ食べますと要素130の取り込みが随分減ります。したがってシミュレーションというのはやっぱり不確定性がさらに増すんじゃないかと、要素摂取量によって。特に日本人は昆布をたくさん食べるもんですが、ただ最近要素の研究している人が随分少なくなっておりまして、日本人の要素摂取量とか要素排泄量、僕はもっと研究としてどこかがきちんとやらなければいけないんじゃないかと思っております。というのは最近、昔は日本人昆布たくさん取ってたんですけども、最近ちょっと手抜きの人が多くって、大川さんが手抜きで随分要素の摂取量が日本人によってバラバラなもんですから、その付近の研究もしなければシミュレーションもかなりばらつきがさらに大きくなるんじゃないかと思っております。どうもありがとうございました。時間もありますので、次に今度外部被曝のご説明がございまして、主に基本調査ですか、県民健康管理調査の中の基本調査でその外部被曝の値、特に初期の4ヶ月に関しての値が出ておりますが、これに関しての専門家としてのご意見は、多分先行地域が最初に出て、そして 50% ぐらいの人が出たのと、それから今度県民全体として 20% ぐらいの方 の値が県のホームページに出ておりますが、そこに関して何かご意見ございますでしょうか。初期の外部被曝についてどう線量評価をすればいいかということです。どうぞ。ちょっと聞かせていただきたいんですけど、シミュレーションで使ってたシステムの検証というのは当然必要になってくると思います。それで今は個人線量計が随分出回ってることと、それから環境モニタリングも割と細かくやられておる。それの中で行動する中で実際の個人線量計とそれの行動パターンから同じ
システムを使ってシミュレーションした場合の、推定値と実測値の比較というのが当然できる状況になってきております。でそのようなそのシステムの検証というのはどういうふうに今なっておりますでしょうか。先生どこへのご質問。そうですね、環境省がダメならば多分保育園がやられたんで保育園なんかが、うん、お受けいただければと思いますが、環境省と保育園今基本調査 の推計についてご質問ございましたので、ちょっと事務局で把握をしている範囲でお答えをさせていただきますと、現状でいきますと行動調査と組み合わせて被爆線量を推計しておるものは空間線量による推計でございます。なので従いまして昨今 の空間線量と実効線量 の乖離みたいなことを踏まえますと、より精緻なものは可能だとは思うんですけれども、そうするとデータとしての統一性というところで難しい面も出てくると思いますし、形としては大きく線量の出るもので現在シミュレーションをしているという立場になるかというふうに理解をしておりますので、得られた値と、その実際の値というのが一定程度乖離があるとしても、その下方に乖離が出るというふうに理解をしておりますので、そういう中でご計算をされていただいているのかなというふうに承知をしてございます。今のご質問の行動記録に基づいた線量、評価と個人線量計を持ったデータ比較はあるんですか。すいません、また事務局でございます。空間線量と個人線量につきましては先ほど2の1の資料の中で実際平成23年24年にガラスバッジなり個人線量計を配布をさせていただいて、でその結果がどうだったかということを記載をしておりまして、ページでいきますと11ページ目12ページ目になるんですけれども、資料2の1のですね、ページが11ページ目が平成23年、12ページ目は24年でございます。でこれ実際数万人の方に調査をさせていただいて、浜通りなんかは当時の空間線量でいきますと中通りで避難されてない地域でいきますと比較的空間線量が1を超えている比較的高い値も、あったわけでございますが、平均で見ますとこれぐらいの値であったということはございまして、ただこの、結果っていうのはあくまで避難いただいた後のデータでございますので、非常に避難を、必要とされるような高い地域で、実際どれぐらいかっていうことは評価に限界があるものというふうに承知をしてございます。どうぞ。今丹羽先生からのご質問、その我々JA の安全研究センターで23年、震災のあった年の、暮れ頃からですね、プロトタイプで、住民 そのにバッジをつけていただいて、その時は非常にサンプル数少ないんですけれども、それは主に福島市周辺の人たちにですね、で4つのその職業的な分類ですね、野外で、働く可能性の高い人、オフィス、それから高齢者の集団と、4つのグループに対しての聞き取り調査で普段の行動様式を把握して、それから空間線量 そのモニタリングデータをベースにしたもので推定したものと、それから個人線量のバッジというかですね、それとの比較というのをやってます。で現在もそれをずっと続けております。で、そういうものによってその空間線量で集団についての把握をして、それがどの程度その信頼性があるかというのを見ることが非常にまず重要である。ただそれは測れた時期ですから、それで私はこのお示しいただいたそのかなり私たちがそのプロジェクトを始める時もですね、
こういう話は聞いていたんですね。もうすでに学校関係で、バッジを配ってフォローされておると。でこのデータを多分そういう検証のデータに、まあ、使えるかどうかっていうのはバッジのその占領データは得られてるわけですけれども、その行動様式までですね十分な把握は多分できていないと思う。ただほとんど学校で生活している、まあ、児童や中学生で、そういう意味ではある程度の推定っていうのはできると思うので、非常に個々人ベースではないですけれども、こういうデータをですね、そのこれからのその推定やなんかの信頼性評価には一定程度使える可能性というのはあると思います。それから、座長のその元へ戻って初期の部分なんですけれども、それは保育園でその、まあ、ベースで県民福島県の県民健康調査の中で4ヶ月分のデータ得られてますが、あれは、非常に高度パターンでのが立足になると、そのデータがほとんどその支配的で、ですから回収率さっき 3% とおっしゃいましたけれども、計画的避難地域の方はもっと回収率がいいっていうふうに聞いていますので、そのどこにいつおられたかということが、まあ、その初期の外部被爆占領にとっては非常にで、多分ただ15日以前とかですね、そこら辺に若干の不確実ありますけれども、ほとんどその高い線量が生じたのは、まあ、15日の夕方からというふうに推定されますから、そこまで、それ以後はそのモニタリングデータベースでですね、行動様式を考慮して評価しているという意味では、その行動様式のデータにその推定値の信頼性がかかっているというふうに言ってもいいのではないかというふうに思います。どうもありがとうございました。これ占領評価についてはこの専門家会議はもちろん最後までずっと議論は続けていいわけでありますので、今日の段階でお話しいただいた感じで言いますと、やはり我々占領をもっとデータをもっと知りたいという、今お集めも非常にたくさん集めていただきましたけれども、まあ、それ以外にも進行中のものその他ございますので、まあ、これはこの委員会としてできるだけ集めるということと、それからその方法について、まあ、将来この委員会としてある提言ができるかどうか、それからそのデータを一元化して我々が議論できるような方法、それは今日の最初の会議で事務局にお願いするということで、時間かなり限られておりますので、次の健康管理の問題、これもまた大きな問題ですので、健康管理に移りまして、まあ、どこでもということから始めても結構ですけど、まず福島県の健康管理についてご意見ございましたらどうぞ。どうぞ。日本医大の清水と申しますけど、日本医師会が考える重要施策のところ、石川先生が先ほどご説明した中の2番のですね、検診と保障というところで、一番最初の、成人後も、継続的な検診を行うべきであると、これはその通りでありまして、ただですね、子どもさんがいつまでも福島にずっと残っているわけはなくて、全国に散らばりますし、あるいは外国ですよね、海外にも出る人もたくさんいらっしゃると思うんですね。で、きちっとこういう人たちをフォローして、しかも同じジェネレーションの被爆したりしてない人との比較もしっかりして、データとして社会に発信しなくちゃいけないと思うんですけれども、この全国に散らばっていくであろう子どもたちの将来と、まあ、全世界にですね、それをどういうふうにしてフォローしていくのかを、もう一回再確認をさせていただきたいんですけど、よろしくお願いします。環境省庁。どうぞ。日本医師会の石川でございます。今この2の、日報通の2番目のところに書いてありますようにですね、
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律というのが、私どもは歴史的にはですね、この日本の中でですね、培ってきているわけでございます。まあ、そういう中でですね、今広島長崎の原爆被爆者の方たちもずっと長い間ですね、検診をして、そして医療も保障しているという、まあ、実績があります。まあ、こういうのに、乗っ取りましてですね、私は、まあ、被災者の方たちのご了承を得られるんであればですね、きちんとやはりその健康手帳みたいなものを作っていただいて、それをその、まあ、特に、福島県の方だけでなくですね、私どもは、県の福島県内外の方たちも含めてですね、実際には千葉だとかそういうところでもホットスポットあるわけですから、ご心配な方はですね、その先ほどの薄れてしまう記憶だとか、そういったその時 の, こうあの行動だとかですね、場所も含めてですね、記載しておいていただいて、まあ、そういう手帳を持っていただくのが、まあ、いいかなと。ただこれはあくまでもですね、被災者の方たち、あるいはその関係する方たちのですね、ご了承の上でですね、僕は今はやるべきだというふうに考えております。どうぞ。また事務局でございます。先ほど清水委員から将来的な長期的なスパンで見たときに、その大人になられた、まあ、事故当時の子どものフォローをどうしていくかということの、ご質問がございましたので、簡単にこちらで把握している状況を申し上げますと、一つはやはりその、まあ、今これ県で実施をしていただいているわけですけれども、そういうところで転居先をどういう形で抑えるかということは、まあ、非常に重要であるということとは間違いないと思っておりまして、これは他の施策につきましてもですね、健康管理以外のさまざまな事故に伴う影響みたいな、これは生活でありますとか、そういったものも含めて転居をさ、事故当時の方々がどこに今いらっしゃるかという情報は非常に重要で、これは政府全体でもともと取り組んでまして、県の方にも、そういう連絡室があったと思います。転居された場合にはそちらに登録をしていただくようなシステムになっていたかと思いますので、そちら側を原則としてご活用いただくという形になります。加えて甲状腺 の, 結果につきまして、なんかこう結果をお伝えをするときに金沢の転居先 の, 連絡先等もお控えをいただくようにお願いをしていると聞いておりますので、完璧かというとまだまだ余地はあると思いますが、そういう形で取り組んでおられるというものでございます。で、あとご自身 の, 健康管理 の, 結果についてしっかり長期的にご自身が把握をいただくという形で、これは先ほどの石川委員にへ の, お答えになるかもしれないんですけれども、基本調査の結果をお渡しする際にそういう長期的にファイルをいただくような形で健康ファイルという形でお渡しをしているということと、あと県民健康管理調査のデータについては一元管理して長期的に保管していくことということにしておりますので、そういうデータとして長期に、こちら側といいますか一元管理をしているということと、個々人の方にも持っていただくという2つで対応ができるものじゃないかなというふうに承知をしてございます。もうちょっとよろしいですか、ね、どうそれで健康手帳の話が出ましたけども、以前新聞 などでですね、36万人 の, 被災者には全員に健康手帳を出すという報道もあってだと思うんですけど、まあ、現在もうその36万人の人には健康手帳ってのは渡されてるんですか？その今ちょっと数字との関係がちょっとはっきりしないんですけれども、少なくともですね、基本調査を受けていただいて、その、対象全員、事故当時の福島県にいらっしゃった206万人全員になりますので、そちらの方々には逐次結果と同時にお渡しをするという形で原則でやらせていただいているので、今おそらく36万というのは甲状腺の対象者ということでしたら、そういう形でお渡しができる体制になっておるというものでございます。もうちょっとだけの、先ほど医師会の方から原爆の方もずっと今まで健康調査を続けているというお話でしたけども、まあ、いくつかの種類はあるんですが、60何年続けてきて、まあ、国際的にアンスケアも含めて意味があるのは、全て被爆線量が分かっている方を60何年フォローしたと、
そしてその結果から被爆の影響を見つけるという目的があって、その一つは大きな目的があって調べてますので、そこをあの検査の時の目的が被爆の影響をずっと調査していきたいという気持ちなのか、被爆したからなんとなくその人たちを援護していきたいというのかは、やはり十分に健康調査の目的として議論しなければいけないところではないかと思いますので、まあ、これはまだ後で。日本医師会の医師会でございますけれども、参考1 の、 あの先ほどですね、脇にあの置いていただきたいといった平成24年6月27日の法律の第1条のところではですね、この当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されてないこと等のため、一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住しってなってます。しかしこれがですね、先ほども議論がされてますようにですね、十分この結論が出たわけではございませんので、私はそしてまたこの当該放射性物質による放射線がですね、人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されてないというこの一条ですね、この一言あの文言はですね、大変重要な重みを持っております。ですから私はですね、今この36万人だとかですね、まあ、あの数は出てきますけれども、やはりその国が責任を持ってですね、やはりこの地域にいた人たちがまあ不安だとかそういったものを持ったときにはですね、それにきちんと答えていただいて、その手帳だとかですね、そういったものをまあ出すシステムだとか、そういったものは僕は大事だと思いますし、その当時にですね、当時から数年あるいは何年間かですね、そこに住まわれた時のですね、そしてそのシミュレーションだとかそういったものを早く出していただいて、そのきちんと国がその危険性だとか答えられるような私たち専門家のですね、議論がまあ待たれるんだというふうに考えております。ですからこの第一条のこの文章で、なかなかこれは難しいことですけれども、一定基準以上の放射線量が計測される地域であんまり限定されないということをですね、私はちょっと望みたいと思います。他に健康検査について何かどうぞ。まあ、健康管理ということで、その基本的な考え方としてどんな健康影響に関してそのターゲットするのかということが、まあ、最初に確認しておくべきだと思いますけども、もちろん放射線に起因する健康影響というのは重要なターゲットと思いますけども、それ以外 の、 その直接放射線とは関係がない、あるいはその関係がないと思われるような健康影響に対しても幅広く健康管理をしていくということが重要なんだと思います。もうすでにそういうことはされておられますけども、健康影響として、放射線と直接起因しないようなことの方がむしろ、住民の方が避難されている方々にとっては大きなことであり、避難に伴うような環境のその変化に伴った放射線とはあまり関係ないかもしれないけれども健康影響があると、そこのところをきちんと管理していくというのが重要なんじゃないかなというふうに思います。それから健康管理の手段として検診というのをまあ行うわけですけれども、多くの検査を行えばそれがいいのかというとそうでもなくて、検査を行うことによってむしろその本人のためにならないというようなこともあり得ると、放置してもそれほど大きな、健康の影響をもたらさないようなものまで掘り起こして見つけることがかえって不安を生じさせるということもありますので、検診を行う際にはその両面 を測って、むやみにその検診項目を増やすということもないような考え方も必要かなと思います。どうもありがとうございます。検診をする、健康診断をするということはもう必要なんですけれども、やはり目的をはっきりさせて、その目的をの果たしているかどうか、単に放射線の影響が怖いから、わからないから検診をするっていうと、ずっと検診を続けている間中、被災して受けている方は放射線の影響ではないかと、生涯、手帳を持ってる間ずっと自分は何か放射線の影響があるじゃないかという精神的な影響もあり得ると、この専門家会議は
そういう意味でその健康調査のあり方についても本当にその健康検査の対象になる被災者の方たちが本当にその被害を最小にするためどういう方法がいいか、そこに中心を置いて考えるべきではないかなと私は思っておりますけれども、やはり漫然と続けるということは今宗平先生おっしゃったように決してそれだけ続ければいいというものではない、たくさん検査をすればいいというものではないと、専門家としてどうすべきかというご意見を、まあ、健康管理に関してはいただきたいところでありますけども、被害を最初に見せるためじゃないでしょうね。のごめんなさい、今のここはの無視します。先ほどお願いしました。はい、安倍先生と先ほど清水委員の方からお話があったんですけれども、その、まあ、甲状腺の場合は今約36万人、それから本格になると約38万人ぐらいに増えてくるんですけれども、でこれ18歳以下なものですから、だん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 年齢を重ねていくとですね、やっぱり県外の方に就職とか進学のために全国に行ってしまう。でその場合にどのようにその方を長期的に見守り続けることができるか、でそれがやっぱり大きな問題だと思うんですね。ですからこれは重症が変わったり県外に行かれたりする場合は必ず住所と新しい住所を知らせてくださいということはかなりやってるんですけども、果たしてそれだけで十分に対応できるかっていうのは少し疑問があると思うんですね。ですからここはやはり長期的にその子どもたちを見守るために県外に行かれた方を十分に把握できるような、まあ、システム等もですね、ぜひ国の方あるいはこの専門者会議の等ですね、ご議論いただければ大変ありがたいというふうに思っております。それから祖父江委員の方からもお話していた通りですね、これは単なる放射健康診査の場合は単なる放射線の影響だけではなくしてですね、これはやはりお話し出た通り避難先等の住民の方というのはやはり避難されたことによって生活環境がガラリと変わってしまう、そのためによる精神的な問題もありますし健康的な問題も当然出てきますから、そこを包含した形でどう対応すべきか、そこは十分に議論した方がいいんじゃないかと思います。直接その経験として近くにチェルノブイリのことがございまして、やはりその健康診断も含めていろいろな試行錯誤があって、単にその保障するとかあるいは健康診断を続けるということでは決して不安がなくならないということ もうある程度分かっておりますので、本当にこの専門家会議で真剣に健康影響調査のあり方も考えないいただける考えていくのではないかと思います。今日は第1回ということでございますので、その健康管理とその前 その被爆に関していろいろとお話を伺います。時間がレベスがだいぶ近くなってきますから、何か事務局から 今の段階で進行に関してお話はございますでしょうか。すいません、事務局でございます。本日1回目ということもございますので、これ項目として最後3つ挙げさせていただいておりますが、これは今日でそれぞれいずれの部分も今日で終わりというわけではございませんので、今日もいくつかデータということで宿題を頂戴をいたしましたので、そのデータも、ご紹介しながらまた必要なご議論をいただければそれでありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは最後に浮島大臣政務官から閉会のご挨拶をお願いします。皆様本日はお忙しい中ご出席賜り本当にありがとうございました。本年9月末より大臣政務官を拝命いたしております浮島智子でございます。本日は本当にこの被爆線量についてまた健康管理について皆様の貴重なご意見ご議論をいただきましたこと心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。またこの子ども被災者支援法は国民の皆様からとても関心が高いものと承知をいたしているところでございますけれども、どのように具体化していくのかとても難しい法律でもございます。
本日第1回目の会議ということでございますけれども、これからも数回あの会議が開かれる議論をの場を持たせていただくということでございます。大変委員の皆様にはお世話になりますけれども、どうか今後ともたくさんのご意見そしてご議論賜りますよう心からお願いをさせていただきたいと思います。本日は本当にお忙しい中ご出席をいただきありがとうございました。今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。まあ、それでは時間になりましたので、本日の東京電力福島第一原子力発電事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門家会閉会いたしますが、引き続きの委員の皆様方のご協力をお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。ご質問ある方からどうぞ。NHK の土井です。はい、今日あの、まあ、福島とその周辺を含めたその健康管理の在り方ということで、まあ、議論始まったと思いますけれども、はい、まあ、この会議でどういうことを、まあ、目指していくとか、あるいはどういうことを議論していただくということをお考えでしょうか。そうですね、あの非常に大事な会議だと思っております。国民の皆様のですね、健康に関するご心配というもの非常に高いものがあります。でそういう中でですね、やはりあのいろんなことが言われてますから、これを専門家の先生方によくご議論をいただいて、正確な情報、考え方というものをしっかり発信していくということが非常に大事だと思っています。そしてそれに基づいて政府としてどのような対策を取ることができるのかということ、これを合わせてしっかりと打ち出していきたいと思っております。一番課題というか、その関心事になっていることで、この会議で決めていかなきゃいけないことというのは何だとお考えですか。一番ということもないんですけれども、あの子ども被災者支援法、これがありますので、そこのまあ13条で言われている、まあ、いわば3つの課題ですよね。その線量把握、あるいは健康影響への評価、そしてそれを踏まえた、まあ、医療政策の在り方ということで、これをきちんと出していかなければいけないと思っています。朝日新聞社ですけれども、はい、あのまあその3項目目なんですけれども、そのまあ医療的な保障についてもこの場でまあ大まかな方針を出すと考えてよろしいんでしょうか。そうですね、あのこれもまた非常に難しい課題だとは思っております。ですからその線量把握、そして健康影響への評価、まあ、こういった議論を踏まえて、じゃあどうすればいいかということ、あるいはあの県民健康調査なども今やっていただいておりますので、そのデータなどを踏まえてどうすればいいかということを、まあ、まずこの会議でですね、医学的なその専門的な見地からどうあるべきかという、そういった方針をぜひ出してもらいたいと思っています。あの日本テレビですけども、あの今日委員の方からですね、いや初期被爆ですね、要素のつまりこれまでの公表されているのは、まあ、信頼性あるデータという形では出ていないと、だからまだまだ不十分だということについては、あのどういうふうにあの、とメーターでしょうか。そうですね、なかなかあのデータについてはですね、その他にもやはりいろんなデータが出てるけれども、一元的な把握が必要であり、またそれをきちんと公開していくべきだというような本当に貴重なご意見もいただきましたので、そういったいろんな意見を踏まえて、しっかり対応していかなければいけないなと思っています。それについて、その行動記録が、まあ、裏打ちが、まあ、非常に重要だという指摘からありましたけれども、実際にその福島県がですね、実施した行動記録というのが、24年度の その上、まあ、保育園のその委託事業では、使われていないんですね。ここのところでは、その環境省から改めて福島県に対して協力を求めるということはあるでしょうか。まあ、あのそういったですね、いろいろあの詳細な点も含めてしっかり議論してもらいたいと思っています。ワープラネットTVの平野と申しますが、あの委員の方からですね、あの被爆手帳の配布についてもあのいくつか意見が上がったと思うんですが、特にあの福島県だけじゃなくて、その県を越えて、例えば千葉のホットスポットとかありますから、そういったことに関しても、まあ、考慮すべきだとお話があったと思うんですが。そうですね、これも、1回目今日やらせていただいたもんですから、そういったご意見も踏まえて、ちょっとこれからやっぱりよく議論していただきたいと。
で私はですねいくつかご質問もありましたけれども私自身も今日出席をいたしまして非常に多くの課題があるなというふうに思いました。でこれ大事なテーマではあるんですけれどもいろいろご意見も多いしいろんな課題も多いのでここは丁寧にですねかつなるべく早くと難しいんですけれどもそういう感じでこれからこの有識者会議を進めさせてもらいたいなと思っています。俊介さん時間の関係であと1問とさせてください。じゃあ質問したいことを申します。10月11日に子ども被災者支援法の基本方針が決まったわけですけれどもこれ要するに一定のですねその線量をどうするかどうやって基準を設けるかとかですね福島県の33市町村に限定してしまったとかそれから住民への工事も開かないとかいうことでこれは昨日 の田中俊一ですね規制委員会 の検証規制委員会の、委員長がですねその住民からの工事ヒアリングは必要がないという発言をしたという記事も一部出てましたけれどもそういったその住民に対するですねきちっとしたヒアリングとかですねいうのをやはりこの子ども被災者支援法に合わせてきっちり行うべきだと思うんですけどもそれについてはどういうふうにお考えでしょうか。ちょっとお二人に伺いたいんですが浮島さんはもともと子どもの問題ずっと公明党で関わっていらっしゃると思いますのでぜひお二人に伺いたいんですがいかがでしょうか。今この際ですね早急にやっぱり子ども被災者支援法の基本方針をですねもう一回抜本的に見直すということを考えていらっしゃるでしょうか。この検討委員会を通じて子どもたちのですね健康について大変なご心配があるということは非常に私どもも理解しておりますし憂慮しております、ただちょっと大変申し訳ないんですが子ども被災者支援法も全体のその話になりますとこれは復興庁の方で所管しておりまして私どもそこまでの話でちょっとコメントする立場にないもんですからそこは控えさせていただきたいと思います。岸田さんいかがでしょうか。はい、私も今副大臣がおっしゃった通りでございましてこの件に関しては控えさせていただきたいと思います。でも子どもたちのことですからしっかりとやっていきたいと思います。でも統一してやるんだったら環境省も復興庁もバラバラしたらしょうがないわけでやっぱりきちっと統一見解が必要だと思うんですがそれいかがでしょうか。そういう意味ではむしろですね復興庁の方でしっかり方針を出してもらって私どもそれを踏まえて政府全体として取り組んでいきたいと思います。はい、じゃあすいませんここまでさせていただきます。はい、ありがとうございました。あちらからはい、どうもありがとうございます。